伊藤市長の小野達也です。4月23日木曜日15時現在、市内において新型コロナウイルス感染者は確認されておりません。昨日、静岡県市長会として直接知事に対し、県としての休業要請や協力金、他の都道府県からの移動者の流入抑制について緊急の要望を行ってきたところであります。また伊東市においては、感染拡大防止の観点からすでに接待を伴う飲食業に対して休業を要請しているところでありますが、さらに業種を拡大し、宿泊業、飲食業、娯楽業、教育・学習支援業に休業の要請を行い、協力いただいた事業所に対し協力金を支給する予定で準備を進めているところであります。なお、今回の休業要請に対する協力金の支給対象とならなかった業種につきましても、今後売上減少に対する経済的な支援策を検討してまいりたいと考えております。誰も経験したことのない事態に発展し、日々不安が募り、社会生活にも非常に大きな影響を及ぼしています。一日も早くこのウイルスとの戦いを収束させることができるよう、共に力を合わせ、明るく平和な日常を取り戻したいと強く願っています。市民の皆様とともに、多くの皆様のご協力をお願いいたします。